はい、どうぞ。前の方のように、バランスよくできる。もしもし、これで言いたい。ちょっとね、後ろの方移動してください。はい、どうぞ、いいです。バランスがありますので、ずーっと私に近い方に座ってください。ずーっと来てください。はい、では出発します。いいですか、ね、はい、では出発です。今日ね、絶好のほら、川下り、今日ちょうどね、お雛様水上パレードがですね、ちょうど道中で多分アップするんですよ、バッチリですね。一応、まあ、本日はね、まあ、ようこそ白州のふるさと、柳川観光開発を利用いただきまして、誠にありがとうございます。約ね、まあ、1時間ちょっとかかるですね。で、これから1時間ぐらいのね、この辺り案内する船頭のトレース、どうぞよろしくお願いいたしますね。でこれがね、柳川第1号橋。で、皆さん方、この船を傾けてね、こちらへ帰ってこないけど、そのね、川下と違って陸走しない。帰りはね、田畑をしただけ、その方を寂しく帰れば、いいですか。ね。ほら、いるとこもないのか、あいがもう。餌与えとついてくる。あいるとこもないのか。まあ、こたせがね、ちょうど2月いっぱいやったですもんね。いいですか。もうね、2日前からと今日は10度ぐらい違うです。いい、よかったでしょうか。昭和60年1月15日、色にしておいきの柳口しだる、我が柳川の水の御岳さてですね。いいですか、これから、ね、手だけ気をつけて、ね、手つめて、はい、で、しまいよろ、手だけ気をつけて、ね、こう当たるよろ、ね、すぐ手を出す、ね、いいですか。さあ、頭のちょっと気をつけて、頭、ヘッドダウン、いいね。今日は頭だけで帰るよ、OK ね、で両サイド、ほら、石段が面ですが、これ昭和の初め、柳川町、まあ、生活をとしてね、ほら、各家庭で登場、米をというのは洗い物、ね、ちょっと今のように無理でしょうか。当時ね、船頭が子供がやっぱ嫌かったですよ。これがね、水汲み場、汲み場と言ってるんですよ。今、やっぱ洗いも米も無理けど、大体ああいうほら、網戸ぐらいですよね。みんなついてるんですよ、道なんか。これ、水汲み場と言ってるんですよ、田舎で方言。大体、まあ、汚かったね。いいですか。宮県ですね、ここは2個も固まります。いいですか。船の中でいかがですか。いかがでしょうか。いいですか。大丈夫ですか。はい、いいですよね、出発。はい、船は水辺の交差点、ほら、ここで正面衝突。今日なんですかね、船は。ここでいつもらしいとき、正面衝突。水辺の交差点。ほら、カッパが見てるのは前のや、油かいた船と、生きてるのか、カッパ。これ、やらがもほら、こういうね、カッパの裏があったけど、これ前のや、油かいた。生きてるのか、カッパ。前、見えたっすか。これ一番涼しいとこよ、これから先に。ほら、お稲様飾ったり、俺前のみんな、ほら、正面左の方、ほらね、俺飾った左、二箇所ぐらい。お稲様、これ左の飾ったり、左で。ほら、みんなが浅草の、ね、あれけかいよ。ここは全国一、これ、乗るのよ、少々。ほら、かわいいお稲様。ね、俺、歩くとはいいよ。水辺の散歩道。これ、みんな桃の木ですよ、桃の花ですよ。さあ、左の方がね、白小学校の体育館、これも城内と城ね、まあいいじゃないですか、小学校の体育館にしてもったいぐらいあるでしょう。左の方が大体ね、菊桃というかね、一番遅いだけ、もう、きれいですね、菊桃が。年間で100年から130年。
らへんとこもないのこあゆがも餌当たってついてこい半分の上で死ぬとあゆとこもないのこあゆがもバニラに抹茶のソフト、中間点です。アイスはいかがですか？バニラに抹茶、アイスクリームはいかがですか？サラちゃんの背中が映った。これオストメスね。みんな子供にこういうのが春演じない遠足花見結婚よ。ちょうど一緒になった。これか。ちょうど一緒になった。この辺もうこうしてから。テニスとね、テニス。ね、松岡だけ知らない。1年ぐらいと寮生活をしよう。左ね、かわいいね。かわいいね。かわいいね。みんなこういう時は後でしょ。ね、やりとけじゃいいのに。まあ、ようこんべきょろ。狭いでしょ。次狭いところでね。一番狭いところ。ごめんなさい、ね、ちょっと待って、まるにくい、これ、このままいって。それがね、渡辺雅子さんのお魚でいたから。